本日のパンチラ。ではごゆっくりお楽しみください。チラアミカケツキマーラー味を体にもしびれる辛さ、なんだかすごく食欲をそろえるものですね。で今回はこれとは別に、で通常のホットも買ってありますので、それと食べ比べるこちらがカレーかを審査したいと思います。おーマーラー味、まず見た目はマーラー味、どちらも赤々しくて辛そうですね。ではまずは通常のホットの方からいただきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。通常のポケチのホットと比べると、こちらが辛さに深みがあるというか、味わいがあるというか、なんかいろんなものが入っているような、そんな気がしましたね。ホットは唐辛子一択なんですけど、これはそれ以外にもいろいろ感じられて、より口の中でいろいろな感触が広がってきました。ただどっちにしろ辛いので、辛いのは苦手な方にはお勧めできません。簡単に好きな方にはお勧めできますので、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。エンド。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。